このことを忘れちゃダメだよ、今日ここにいる人に必要な話です。波動の話ですからね。あなたたちが出てる波動です。この答えをすごい求めてます。感謝してます。こんにちは、マルカンアプリです。頑張っているのに空回りしたり、正しいことを考えているのに受け入れてもらえず、他人とのコミュニケーションに苦労したり、なんだか生きづらいなと思っていませんか？そして適当にやっている人がなぜか楽しそうにしているのを見ると、なんとなく心が落ち着かなくなってしまうかもしれません。世の中は真面目な人ほど傷つきやすく、場合によってはそのまま病気になってしまうこともあります。そんな生きづらさを感じている人は、たった一つ心のブロックを外すだけで、一気に楽になることができます。そうすれば楽になるだけでなく、気持ちに余裕が出て視界が開けてくるでしょう。今回は生きるのがちょっと楽になる、上手な物事の捉え方、心のブロックの解き方についてのお話です。それで今日がね、本当に最後です。おそらく講演会はこれが最後じゃないかと思ってますそれでね、今日は違う話します。いつもはいつもしてる話は今度 CD になって出ます。ボランティア CD ですから、本も出ます。それ読んでください。あ、読んで聞いてね。私ね、何が苦手かっていうとね、同じ話してるのが本当に苦手なんです。で、50箇所別の話してくれってならできるんです。で、本当はこうみんなの波動を見てると、ここに必要な話と隣の会場で必要な話って違うんです。で、本当はここに合ってる話をしてあげたいな。私ね、変な人ですよって自分で言ってるので、変な人だから変な人の書いた成功法則とかね、変な人つけないと嫌だっていう、で、変な人ですよって言ってんのに、こんなに聞きに来るのは変です今日神奈川県の変な人はみんなここに集まってます県外からもね、随分来てると思います。本当にすぐいっぱいになっちゃってね、キャンセルのキャンセル待ちとかいるんです。どこでもすぐ本当にいっぱいになっちゃうんです。沖縄の人もいた。 ありがとうございます。変な人ですね一人さんがね、なんで変な人って言うかっていうとね、自分に自信のあることは、私少し変ですよって言わないとダメなんですで、私は思ってるの。だって私が正しいって言ったらみんなが間違ってるってことになっちゃうんだよね。で、それ言うと喧嘩になっちゃうの。で、やっつけると恨まれるの。だからこういうとこの人ってみんなよく勉強するの。講演会聞きに行ったりさ、本読んだりするとね、自然と頭が良くなっちゃうの。で、頭がいいって何ですかって、知ってることが多いってだけだよ。だ、そうだよね、頭がいいってそういうことだよね。中国行くとね、知識人って言わないの。中国では知識人のことを読書人って言うの。
だってよく本読んでる人は何でも知ってるもんね、うん、でね、何でも知ってるとつい知ってるよって言いたくなっちゃうの。それを言っちゃいけないの。だからここら辺の人気をつけなきゃいけないのは、日常会話で周りの人が間違ったことを言ってても指摘しちゃダメだよ。だって日常会話ってどうでもいいの。もう本当なんだよね、それをね、釈迦が2000年前に生まれてて、何でもいいんだよ何年前だって、それを、いやそれ2500年じゃないですかとかって言うと、話が途中で腰を折られると嫌がるんだよ。でいいの、何年前でもそうだそうだって聞いてると、いや本でも書くとかっていうのは別だよ。で本屋なんか書くって言ったらへりくだってね、ちょっと申し訳ねえんだけどさ、あれ2500年じゃなかったかな、いや俺も自信ないんだよ、で一回俺も調べるかそっちも調べてみてぐらいの言い方じゃないとダメなんだよね。じゃないと喧嘩するために勉強してんじゃないからね、わかる？あのね、意見が食い違ったら相手が正しい、覚えてきなよ。意見が食い違ったら相手が正しい。いや斉藤さんそうじゃねえんじゃないかなって、いや俺もそう思ってたんだよ。それをね、未熟なやつはね、間髪を追わずにあのパッて言えないんだよね。それ違うんじゃないですかって言うと、しばらく考えてね、悔しそうな顔してそうですかとかって言うんだよ。いや相手が間違ったっていいんだよ。相手が間違って自分が正しいって知っててもいいので、違うよって言われたらそうですね、いや俺も怪しいと思ってたんですよ、でまたよそ行ったら自分の主張ずっと言ってればいい。わかるかい？あのね、精神論とは喧嘩しない論なんだよ。ね。で、このことを忘れちゃダメだよ。今日ここにいる人に必要な話です。波動の話ですからね。あなたたちが出てる波動です。この答えをすごい求めてます。人間ってね、死ぬと、あっちの世界で次の人生決めてくると、向こうで自分の人生決めてくるから、本当は乗り越えられないことはないの。だから解決できない問題ってないんだよって俺が教えてあげると、みんながどうやって乗り越えようかって考えるんだよね。で俺が言ってるのはそうじゃないの、あなたに絶対解決できるんだ。そのことの中でみんなが忘れてることがあるの。このやり方を忘れてるからうまくいかないの。逃げるの。あのね、逃げちゃいけないと思ってる人いるけど、そうじゃないんだよ。積極的に逃げるんだよ。本当に。ね、それを逃げちゃいけないと思ってから苦しくなっちゃう。だから親も逃げちゃいけないよとか、先生も逃げちゃいけないよとかって言うけど、自分たちは都合の悪い時は逃げまくってんだよ。仮病は使うわ、何親戚が死んだりさ、何でもさありなんだよ。でいい子たちはね、逃げちゃいけないいけないって言われるから逃げられないの。そうすると逃げられないって、人生ってね、嫌なやつっているんだよ。苦手なやつって絶対いるんだよ。でそれでもそれに立ち向かわなきゃいけないと思って勇気持って立ち向かう。だってウサギが勇気出して隣に立ち向かったってさ、ただ向こうから見たら餌が来たと思うだけだよ。本当にね。だからウサギに虎に立ち向かいじゃないんだよ。もう積極的にね、虎がウサギ見つける前にウサギが虎見つけるんだよ。だから耳でかいだろ。ね。それでね、みんなね、怖がっちゃってね、前からこう逃げるんだよ。で、一歩、逃げちゃいけないと思いながら足を一歩引くと、心に傷がつくんだよ。
で、傷つきながらこうやってて、家まで帰ってきて、部屋に入って、蓋閉めて出られなくなっちゃう。引きこもりもうつ病もね、逃げちゃいけないっつってっからだよ。で、前から来てこう逃げちゃうけど、逃げるときはこうだよ。商売でも何でもそうなの。日本人って逃げることが下手なの。天才的じゃないんだよ。始めること、商売でも何でも始めても、始めるとき元気なんだ。儲かんなかったらすぐ辞めりゃいいの。それをね、辞めるとみっともねえだとかいろいろ言うの。織田信長って天才なの。あいつね、突撃の時も早いんだよ。だって部下が支度してる間に突撃しちゃうんだから。みんな慌ててついてくんだよ。その代わり逃げる時も早いんだよ。だって部下が気がついたらいなかったんだよ。で、先に帰って後ろにいたんだから。ね、殿様って将棋と同じで首取られたら負けなんだよ。ともかく早く帰っちゃって再起図んなきゃなんないんだよ。わかるかい？ね、逃げるっていうことを頭の中にね入れとかないとダメだよ。それで嫌なことあったら逃げるの。これね、逃げる話ね、覚えといて。あとさ、極論言うやついるんだよ。極論、そう、極端なこと言うやついるんだよね。俺はさ、なんていうの、許すって、人を許せると楽だよ。だってあの人許せない許せないでずっとやってるとさ、相手のやつはあんたのことなんか忘れてるよってね、それを許せねえ許せねえって言うって言ってたらさ、自分の人生が台無しになっちゃうじゃないね。だから許してやんなよとかって言うと、斉藤さんは親とか兄弟とかが殺されても許せるんですかとかって極論を言うなよと。そんなもん許せるわけねえだろ。ね、お前こう、親殺されたのかと、殺されてねえんだよね。極論言うってのはね、因縁ふっかけてんのと同じだよ。なんだってね、物って限度があるよ。本当に。じゃあ俺、人と揉め事起こすな起こすなって言うの。この前の北海道に俺のお弟子さんで、小賀ちゃんってのがいんだよ。それがね、なんか知り合いが来て俺の悪口言ってたから、頭来たから喧嘩しちゃったんですって。で、こういうのはまずいですかねって言うから、まずくないでどんどんやれって。ちょっと当たり前だよって。いくら無敵の人生だったって、人間ね、全員から好かれりゃいいよ。だけど悪人から好かれたら悪人だよ。嫌なやつから好かれたら嫌なやつなんだよね。それ敵はいない方がいいに決まってるよ。だけど世の中って限度があるんだよってね。怒らないのと怒れないのは違うよって。自分の親だよ、親、俺相手、あの子の親分だよ。親分けなされたり、自分の産んでくれた親けなされてもね、平気で笑ってましたってバカだよそれ。人間がいくらできるって、そこまでできるとは言ってないよ。わかるかい？キリストいるじゃない、右の方を打たれりゃ左の方を出しなさいって。キリストってね、ユダヤの一番偉いやつが大嫌いで許せなかったんだよ。で、ずっとそいつに逆らってたから貼り付けになったんだよ。本当だよ。だって誰も敵がいなかったら貼り付けなんかなるわけねえじゃんね。ね、許せなかったんだよ。だからあいつは男気出して頑張ったんだよ。おめえのこと大嫌いだって言い続けたんだよ。ね、くだらねえことで怒るとね、
人間が小さいなと思われるけど、許せないことってあるんだよって。わかるかい？怒んなきゃいけないこともあるんだよ。わかるね？逃げなきゃいけないこともあるね。いくら許しなさいったって許せねえこともあるんだよって。でそのことだけを覚えといてほしいの。じゃないとね、旦那が暴力振るっても許すんですかって、許すわけねえだろんなもんって。離婚だよそんなもんな。俺たちが言ってんのはある程度の範囲内のこと言ってんだよね。そんなの絶対ダメだよ。感謝してます。真面目な人、知識のある人は日常会話で他人が間違ったことを言うとつい指摘してしまいます。指摘された方は面白くありませんから、喧嘩になることがあります。たとえその場では笑って流してくれても、心の中では距離を取られてしまうこともあるでしょう。そんなことを何度か経験するうち、真面目で知識のある人は生きづらいと感じたり、なぜ人とうまくやっていけないのだろうと苦しんだりします。このことの解決方法は、日常会話で相手が間違っていても指摘しないようにすることです。正しいことを教えてあげたのにと不服に感じるかもしれません。しかし日常会話で正しいかどうかなんてどうでもよいのです。受験勉強やこれから本を書こうというなら正しくあることは大切です。しかし日常会話というのは、その場にいる人と和やかにコミュニケーションを取るためのツールに過ぎません。正しい、正しくないと真剣に考えることなどありません。知識は自分のため、他人のために正しく使うために持っているものです。ひけらかしたり他人をやり込めるためのものではありません。喧嘩するために勉強しているわけではないのです。意見が食い違ったら相手が正しいと思っておけばいい。精神論とは喧嘩しない論なのだとひとりさんは言います。そう言うと親の悪口を言われても相手が正しいと思わなければならないのかと反発する人がいます。それは極論です。物には限度があるのですから、親の悪口を黙って聞いているのはその方がおかしい。そんなの当たり前のことです。超真面目な人が言う極論は因縁をつけているのと同じです。そこでまた喧嘩になってしまいます。世の中にある教えというのは、極論のことまでを言っているのではありません。例えば逃げることについて、人生で壁にぶち当たっても逃げてはいけないと親や先生から教えられてきました。そしてひとりさんも、人間は生まれてくる時に今回の人生について決めて生まれてくる、すなわち乗り越えられない壁などないと言います。なるほど。ではどんなことがあっても逃げてはいけないのだなと思えます。しかし人生には逃げなければならない時もあるとひとりさんは言います。人生には戦う必要のないことや、戦うことがためにならないこともあるのだと。夫が暴力を振るうなら、それに立ち向かうことはありません。逃げなければならないのです。ウサギが草原でライオンに出会ったら、戦いを挑むことはありません。全速力で逃げるのが正解です。逃げることは悪いことではなく、時に真っ当に逃げるべき時があるということ。真面目な人は逃げてはいけないと思っています。だからどうしようもなくなって逃げるしかない時、逃げてはいけないと思いながら後ずさりするように逃げます。そして逃げてしまった自分を否定して、傷ついて鬱になったり引きこもりになるのです。どんな物事にも限度があり、それを超えて教えを守ろうとすることなどありません。何事もいい加減が大切です。くだらないことで怒ることはありませんが、怒るべき時は怒ればよいのです。日常で起きる大抵のことは、許してしまうのが幸せでいるために必要です。しかし許してはいけないことは許す必要はありません。試練は乗り越えるべきですが、どうしても逃げなければならない時だってあるのです。その加減がわからないというなら思い出してください。精神論とは喧嘩しない論だということ。どうでもいいこと。日常会話の中で相手の間違いを指摘してやり込めたら喧嘩になります。
だからそういう時はわざわざ言わずに相手が正しいと思ってやり過ごせばよいのです。反対に相手があなたをやり込めようと意地悪を言ったり、人格を否定するようなことをするならば逃げましょう。もしくは怒りましょう。そしてその相手を許さなくても大丈夫です。ゼロか100か、黒か白かで物事を見ていたら喧嘩ばかりすることになります。そうすると友達はいなくなり、そして何より自分が疲れてしまいます。大体のことは許して大抵のことは許す。そして逃げるべき時は逃げて、怒らなければならない時は怒る。これが人生をうまく生きるコツです。逃げられない、怒れないことはありません。物事に極論は不要です。ふわふわと楽しく楽に、そして幸せに生きればいいのです。少しでもいいなと思ったら、応援の意味も込めて、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたに全ての良きことが雪崩のごとく起きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。